はい、どうも皆さん、こんにちは、ヤングです。本日は、9月9日土曜日、明治安田生命 J2 リーグ第34節、清水エスパース VS モンテディオ山形の一戦を見に、ホームアイスに戻ってきました。もうじきアイスですね。はい、ということで本日は、山形戦になってます。はい、最近あれですね、リーグの前半戦で勝てなかった、相手との戦いが続いてますね。はい、この山形も、アウェーで、1対2で、破れている相手です。はい、で現在ね、順位もかなり上げてきているので、マジで油断できない相手なんですけれど、今節、カロリーニョスが累積プラス、まあもともとね、ちょっと前節で、怪我を負ってしまったっていうのもあって、まあ出れない、そんな中、おそらく、中山選手がね、左腕で入るんじゃないかと、言われております。はい、まあ、本当にね、まあ前節前々節は乾選手が不在で勝てなかったっていうね、試合が続いていくので、やっぱ本来ね、誰が出ても、勝たなきゃいけないで、ちょっと今節も難しい試合にはなると思うんですけど、もう相手も笑っても、もう、10試合切りましたんで、今日言って9試合、で2位になるチャンスもね、自ら逃していく、もうここからね、またねギア1段ね上げていかないといけないので、はい、まあ、全力で、今日は勝ってほしいなと思います。勝ち点3以外本当にありえないので、はい、今日はねちょっと久しぶりに、いつものゴール裏とは、ね、違って、バックスタンドのね、A 席の最前かな、今日は撮っているので、そちらからねもう選手目の前なので、はい、目の前からね、声援を送りたいと思います。はい、すごい山形そこさんがたくさん来てくれている、ありがとうございます。はい、じゃあ、スタジアム入りたいと思います。行ってきます。35周年マッチ、清水エスパルス VS
がた倒せ。はい、お疲れ様です、今ハーフタイムです。すいません、ドアップ失礼します。前半終わって 3-0 リードの方ですね。はい、1点目が、チアゴサンタナ、2点目が、久しぶりの先発でリーグ戦のゴールって今シーズンあったのかな、タケルがね、岸本選手がニアをぶち抜いてくれて、素晴らしいシュートでしたね、決めてくれました。で3点目、これもめっちゃ嬉しい、高橋裕二ヘディング最高、裕二のゴール最高、やべえ、ランジやってる、なんでね、まあ前半の 3-0 はかなりでかいです。はい、かなりでかいです。すみません、今後半キックオフ、してしまいましたが、今急いで席に戻ってます。何やら歓声が聞こえますが、まずは追加点ですね。はい、取ってほしいなと思います。戻ります。Yeah.
ってくれ。ユージ行こうぜ。秋葉清水。はい、お疲れ様です。ちょっとね、エンディングは、車の中で、撮らせていただいてます。試合結果、3対4勝利ですね。ありがとうございます。まあ、前半の、3-0 そのまんま、うん。まあ、後半、ちょっとね。まあ、追加点欲しかったし、惜しいシーンが、乾選手が、の、ワイトドフリーのやつと、西澤健太選手のフリーキック。うん。あと、コロリも一本ぐらいやったかな。はい。ちょっとあそこ、どれが1点欲しかったな、っていうのはありますね。まあ、よく、西田選手のフリーキック。あれはちょっと、欲しかったなぁ。まあ、あれはキーパーがね、ナイスだなっていう感じなんですけど。まあ、ただ、複数得点のクリーンシート、で勝つことができました。素晴らしいと思います。ありがとうございます。でかいですね。やっぱ、上位に強いのかな？はい。うん。後半戦はまだ上位に負けなしですね。はい。負けなしっていうか全勝か。うん。ただ、下位に、あんまり勝ってないっていうのがあって、次節、高学期に落ちている、制限金沢ということで、めちゃめちゃ大事な、一戦になりますね。はい。で、今日の他会場の結果、首位町田が、栃木に敗れました。はい。で、ただ、4位のベグディが勝ち、2位の、チビロさんが、まさかまさかの、2回リードを下げ、たとこかの大逆転勝利ですか。最後ロスタイムで、リカルドガスタ決めてましたね。はい。まあいいでしょう。うん。まあいいでしょう。10月7日に、決着つけろということだと思うので、つけてあげましょう。はい。まあそれしかない。まあそれまでにね、順位が入れ替わってもいいんですけど、うん。まあそこで全て決着つけてやります。はい。それしかないです。はい、今日良かったです、本当に。まあ、もちろん勝ったことは、大前提でいいんですけど、岸本選手最高でしたね。うん。すげえ良かった。めっちゃ走ったし、得点も決めてくれたし。うん、で、高橋裕二選手、清水エスパース初ゴール。おめでとうございます。いや、おめでとうございます。いや、結構叫んだかな。多分動画で映ってるかもしれないですけど、結構叫びました。めっちゃ嬉しかったんで。うん。で、かなりお祝いムードでしたね。うん。多分みんなずっと待ってたし、ずーっと惜しいシーンはあったんですよ、高橋裕二選手。うん。今シーズン。で、なかなかね、ゴールシーンがなくて悔しかったんですけど、やっと今日決めてくれてめっちゃ嬉しかったです。はい。うん。カルリがいないんでね、やっぱちょっと不安はあったんですけど、最高でしたね。うん。岸本選手本当よくやってくれたし、左中山選手、多分、
ほぼ初だと思うんですけど、うん、清水に来てからは、あんまないよね。うん。最高でした。はい。もう次に勝ちましょう。こっからもう、9連勝始まったなっていう感じだと思うんで、うん。やりましょう。今日最高のサッカーだったと思いますよ。あんまり言うことないかな。まあ後半、強いて言うのがぐらいですけど。うん。いや、よかったです。はい。もうそれだけ。次節金沢、まあいけませんけども。はい。本当に申し訳ないです。はい。毎試合行っていただいているサポーターの方には申し訳ないですけど、多分仕事中だと思うんですけど、はい。応援してます。はい。うん。ここからね、大逆転優勝。町田が負けたってことはマジであるから、うん。また来ましたね、このチャンスが、はい。もう逃すわけにはいかないんで、はい。優勝しましょう。全勝しましょう、こっから。はい。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。